どうもこんにちは、ブニブニです。本日は6月26日に、阪神競馬場の芝 2200m で行われます宝塚記念の1週前段階でのお話をやっていこうと思います。いよいよやってまいりました春のグランプリレースってところで、やっぱりファン投票でね、出走馬が決まる面もありますんで、非常に注目度の高いレースですし、絶対当てたいレースではございます。ちなみに私はグランプリレース一応4連覇中ではあるんですけれども、からくりがありまして、このクロノジェネシスちゃん私大好きなんですけれども、この馬を4回連続本命にしてるから、当たってるっていうだけですね。で、ちなみに今回もね、私が大好きなエフフォーリアが、出走するってところでね、この馬を本命にするのかっていうのを考えていかないとなとは思ってるんですけれども、心機一転、今年の宝塚記念も当てるべく、予想していきたいなと思います。で、今回の動画ではまず私が考える宝塚記念の傾向を元にした、こんな馬が宝塚記念で構想しやすいんじゃないかなということについてお話ししていきます。で、その後にこの動画では推したい穴馬を3頭紹介していこうと思います。まず過去5年の宝塚記念で3着以内に構想した馬の位置取りと上がりタイムっていうのに着目いたしますと、客室的には割とどんなところからでも来れてるかなとは思うんですけれども、4コーナーでの位置取りっていうのに着目すると、4コーナーで10番手以下で構想した馬っていうのは結構限られてくるんで、4コーナーでは前の方に入れる客室の馬が構想しやすいレースなんじゃないかなと考えております。で、また両馬場からヤヤモババで行われたというところの開催を見ていくと、特に去年のレースなんかでは先行したユニコーライオンとレイパパレーがそれぞれ 2,3 着してて、で、また後位から進めたクロノジェネシスが優勝しているってところなんで、両馬ならより先行有利の色が強まってくるレースなんじゃないかなと考えております。で、続きまして過去5年の宝塚記念のラップ傾向とラップタイムというところに着目いたしますと、まず前傾ラップになりやすいレースですってところで、スタミナが求められるレースであると思います。またペースが緩むってところがあんまりなくて、ラストも残り4から5ハロンで加速していくレースラップになることが多いんで、コーナーから加速できる器用さっていうところと素足の持続力、こういったことが求められるレースなんじゃないかなと考えております。で、傾向の最後として宝塚記念で構想した馬の走法というところに着目していきます。まず、構想した馬の位置取りとストライドの大きさというところに着目一致していくと、位置取りは前の方で、ストライドは小さいピッチ走法馬が構想しているなと考えてます。で、またストライドが大きい奇跡とかスターブリシャドっていうのはそれぞれ大阪杯などの小回りコースですでに実績があった馬なんで、特にストライド走法馬の場合は小回りでも実績があるかなっていうのは見た方がいいんじゃないかなと思ってます。で、あとこれ私の主観ではあるんですけれども、高走馬の走りっていうのをパーって見ていった中で、首が高い馬が結構多かったです。本当に首が低い馬って言ったら、ワーザーとモズベッローぐらいでした。で、首が高い馬ってのはそんなに切れ味とか、あるいは吸い足をずっと長く使うような、結構飛び抜けた能力ってのは発揮しづらいところはあるんですけれども、その分バランスがいい馬が多くて、特に道荒れになってもしっかり走れる馬が首の高い馬には多いです。ところで、道荒れになりやすいってところも、影響して首が高い馬が構想しやすいのかなと考えてまして、今年の宝塚記念も、1週前段階では雨予報ではございますんで、結構首の高い走法をする馬っていうのは、注目した方がいいんじゃないかなと思ってます。それらを踏まえて、まず押した穴馬の1頭目はアリーボーでございます。今回の鞍上は武豊騎手でございます。で、アリーボーは前足がすごい綺麗に伸びますし、またストライドも大きい、結構綺麗な飛びで走る馬ではあるんですけれども、首の位置が高くて、で、首の振り幅もちょっと小さいってところで、この馬は、切れ味とか一級品の持続力で勝負するっていうよりは、バランスの良さで、勝負する小回り向きの馬なんじゃないかなっていうのが、まず押せるポイントかなと思います。また確か大阪杯までの、全ての勝利っていうのが全部小倉競馬場っていう小回りの直線が平坦なコースでのものだったんで、直線の急坂っていうのをこなせるかなっていうのは結構大阪杯の時はポイントかなと思ってたんですけれども、大阪杯ではしっかりこなしてましたし、上がりも最速でしたし、そういったところでこの馬は結構ここに来ても充実してきてる馬ですし、しっかり急坂コースもこなせるんだなっていうところも押せる材料かなと思います。ただこの馬血統的にはお父さんがドゥラメンテで、お母さんからも結構米国血統が強い馬ですから、
まあ、2000m か 2200m で言ったら 2000m の方がいいんじゃないかなと思いますし、あと、2200m 以上の実績っていうのも乏しいっていうのは結構気になるところではあるんですけれども、まあ、先ほど述べたように今は結構充実してきてる馬だと思いますし、あと今年の春の G1 で調子のいい武豊騎手が鞍上っていうところも、期待して1頭目の押したい穴馬に挙げたいかなと思います。ちなみにこの馬本当に飛びは軽い馬なんで道あるってのはあんまり良くないんじゃないかなとは思ってます。で、押したい穴馬の2頭目はウィン・マリリンでございます。今回の鞍上は松岡正美騎手でございます。で、ウィン・マリリンは前足はスクリーンヒーロー3区だし結構書き込んでいく走りなんですけれども、すごい飛びが軽い馬でストライドも大きい馬ですから、この馬の長所っていうのは、速いスピードを持続する力だと思ってます。で、あとまあ走りなんか見ていくと首の位置そして使い方っていうのもすごい安定している馬ですから、まあ、この馬本当に走りは素晴らしい馬だなと思ってます。また昨年の、オールカマーではレイパパレ、グロリーベーズらを相手に直線で結構前が壁になりながらもう勝っておりますし、また天皇賞春でも56キロを背負ってかつちょっと距離がなかったっていうレースでも5着に来れてるということで、万全のパフォーマンスができればもう G1 を取れる馬って私は、考えていいんじゃないかなと思ってます。ただ、まあ、金層のやっぱり成績っていうのはちょっと不安にはなりまして、エリザベス女王杯っていうのは結構調整過程が順調じゃなかったってところを、まあ、言い訳にはできる敗戦だと思うんですけれども、大阪杯が結構私はショックでした。で、 でも大阪杯はエリザベス女王杯よりはしっかりとした調整をしてきてたんですけれども、もう3コーナーから4コーナーぐらいでもう手応えなかったんです。でも4コーナーでムチが入るっていうね、いや、そんな、ウィン・マリリンそんな馬じゃないんやけどな、みたいな。ところがあって結構大阪杯が私個人的にショックでした。ってことで、まあ、この馬ヒンバーで、まあ、ヒンバーは突然走らなくなる大馬さんもいらっしゃるんで、ウィン・マリリンも全盛期の走りは見れないのかなと思ってるのは正直不安なところです。ただ今回は若干変わり身を期待できるところがあって、ウィン・マリリン宝塚記念に向けては1週前から立東に滞在するそうなんですよね。ところで一応調整過程に変わり身はあるんで、そこに期待して2頭目に押したい穴馬にあげました。ちなみに私結構横山武史騎手も好きなんですけれども、横山武史騎手に初めて、重賞をプレゼントしたのがこのウィン・マリリンってところで、この馬、個人的に好きな馬ってのを、押したいところではあります。で、3頭目に押したい穴馬はマイネル・ファンロンでございます。今回の鞍上はミルコ・デムーロ騎手でございます。で、マイネル・ファンロンは前足を書き込んでいくピッツ走法馬で、首の位置も結構すごい軽い、なんかちょこちょこっとした走りで、ざっくりと見るとクロノジェネシス、グランプリ3連覇の馬に、まあ、似たような走りをするってところで、私宝塚記念に結構この馬は向いた走法をするんじゃないかなと思ってます。で、あとこの馬は、まあ、レース後方から行くことが多い馬なんですけれども、今年のアメリカンジョッキークラブカップでは、道中から動いていく、3コーナーから4コーナーで動いていくっていうような、そういった競馬も見せてくれてるんで、4コーナーで前の方に入れる馬が好走しやすい宝塚記念っていうところに、そういった、競馬ができるっていうところも適性があるんじゃないかなと考えてます。あと天皇賞春結構強かったなと思ってて、天皇賞春でこの馬は3コーナーくらいでもうあんまり手応えなかったんですよね。そういったところで、あ、距離が長いんだなと思ったレースではあるんですけれども、まあ、そんな中でも6着に来れてるってのはやっぱり地力が高い証拠かなと思いますし、まあ 2200m への距離短縮は間違いなくいいと思うんで、そういったところでの上積みってのにも期待していいかなと思います。あとこの馬がいいなと思ってるのは、走りを見ていった中で個人的に一番道あるがこの馬こなせるんじゃないかなというところです。まあ、先ほども述べたようにざっくり見るとクロージェンスに似てるような走法ですし、まあ、血統的にもステイゴールドで、お母さんのお父さんがロージズインメイってところで、血統的にも道あるはこなせるんじゃないかなと思ってますし、この馬は馬場が渋れば一番期待できる馬なんじゃないかなと考えております。ただこの馬は走ったり走らなかったりする馬ですから、まあ、一週前ではあるんですけれども、今から毎日頼むから宝塚記念走ってくれってお祈りしとこうと思います。以上で一週前段階の宝塚記念の動画終わります。ノートの方では今回飲めなかった馬の考察とか、より詳細なレース傾向の分析っての、記事で書いてます。無料で読みますんで、ぜひ概要欄の URL からご覧になってください。ご清聴ありがとうございました。バイバイ。